戦国 MC バトルニュースが始まりました。はい、今日は素敵なゲストの方も来ていただいてるんで、はい、やっていきましょう。はい、まずは MC 正社員さん。ありがとうございます。本当に今回も呼んでもらってありがとうございます。いいまだ何かあったら呼ぶからさ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次の人を呼びましょう。はい、次の人は、はい、翔一郎さん。お、なるほど。生きんな、生きんな、生きてね、生きてね。そして今回スペシャルゲストスペシャルゲストが来てるんで、はい、呼び込んじゃっていいですか。お願いします。はい、ではアマテラスさん。はい、すいません。すごい、はい、はい、素晴らしいですね。はい、あの、そうですね、もう僕喋りますわ。はい、もう今回あのアマテラスさんがこう出演したいってことだったんですよね。なんか最初連絡した時になんか、はい、なんだっけな、アマテラス復活みたいな、これでやってた、はいはい、次なんか、いやみんなが、いやアマテラス全然挨拶してくれなくて冷たかったよみたいな。超冷たくないでしょっていう、全然あの先生が、先生ってか僕が先生が久しぶりのあれで緊張してただけっていう。ああ、なるほどね。その話をしたかったんですか、今回は。ああ、その話ですか。うん、なんか、まあちょっとお互いを、いやいやいや、もしやられたら呼んでくださいよというのが最初でしたね、なんか。そうね、なんか俺もアマテラス出てくれるんだと思ってびっくりして、なんかいや全然全然いいっすよっていう。今日はアマテラスを交えながらこれを話していくっていう。はい、その通りでございます。はい、うん、今日来るの知らされてなかったですね。僕は知ってました。あ、知ってた。知ってました。知らなかったんで。そうですね、誰だろう。ちょっと裏テーマとしてやっぱ翔一郎とあのアマテラスの対決っていうのがどんな対決。見物違う。あの、あとコメントも前回のやつでもうぶっちぎりであの NC 正社員いらねえってのが1位だったんですけど。その次は多分翔一郎。あ、でも意外とあの動画に関しては結構翔一郎なんかだんだん愛おしくなってきたとは結構あって、わかりますね。まあそうですね、基本的にあのひどいやつは全部消してるんですけど。なんですけどね、まあ全然僕のやつは基本消さないんで、あの本当どんどんもう僕のこと悪く書いていい。悪く書いて。吉田さんと悪口を悪く、はい、ガンガン書いてください。書いてください。全然それでいいんで。はい、まあそんな感じで今日もお願いします。本当にすいません、ゲストで偉そうに。はい、ありがとうございます。はい、でこれは使えるなと思ってバトル中に塗りすぎだぞと私も便乗していったら、そっからずっとガチ切れ。つまらんこと言うなって話になる。いや俺、正直言ってもマジ切れしてて、モアイさんがもうダブルピースしてましたから。切れて帰ってった。なんで切れてんのかみんなわかんないっていう。だからいつもしないことしちゃったから、そういう意味では反省してるけど、あとは別に何も悪いと思ってない。いや別に悪くはないよ。うん、まあ、自分のスタイル、これ自分のスタイルのことをこうやって口で言っちゃダメよ、これ自分で見せない。じゃあさっきの今までの話、 MC バトルで実際にノースリーブのニットセーターを着て。でもそれはいいじゃん、普通にファッションですよ。残酷だな。残酷だな、あまりにも無残だな。俺のファッションはまるで